け、若の付き添い終わりましたか。なあ、劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないし。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライド。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。
助かりました、親父さん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を向いてくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番ういっす。ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。いません。俺は女にはからっきしで。しけたくだじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえし、何舐めた口利いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高くくってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれは子供ができたって言ってくるまではな、どなりゃお嬢か茜がどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え？組長は茜と
腹の中の子供まで殺せと首の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたんだ。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か、お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た。どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤瀬、おい、いたぞ、女だ。行け行け行け。おい赤瀬、女、クソ、どこ行った。おい、早く探せ。待ってろ、待ってくれよ。何なのあれ。マジでいいよ。あいってくれ。
警察に通報する。大丈夫かよ、しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマザトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マザトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえお前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあとっとと飯を食いに行くぞ、腹ペコだ。はい。